タイミングの取り方が非常にこういいように感じするんですけどね、この足の上げ方だったらどうなんですか。いや、悪くないと思うんですよ、その足の上げ方っていうのはね、どういうふうに上がっててもいいと思うんですよ、ただ一番なんていうの、村田国保と違うのはこのバットのね、出やすいところ多少ちょっとだけ下がるんですよ最初、足上げた時に、寝かしてるんだけど立たしてくる時に多少グリップがちょっと下がる、でそれからもうちょっと我慢して上から叩こうとする分だけまだ時間が作れるっていうのがあるね。でこれでも普通にの回転してくれればあれもっと飛距離出るんですよ、上に振り上げようとしないで、ここでちょっとこう下がってくるでしょ、下がったらこれ、それで上げようとしながらバットを振り下ろしてくるでしょ、なるほど、そうです ね、その分だけまだパンチかかるんですよ、ちょっとこう左右対称の動き多少でもするでしょ、村田とか国語と違ってね、ゲームが始まって1時間50分アナウンサー工藤作動若干分かったかもしれません、あれ少し下がった方が逆にも最後踏み出す時の後ろに下がれて間ができるんですね、多少まだ上げようとするでしょ、下がったからもう一回振ろうとする時に、だから最初少し下がったぐらいの方がいいんですね、こういってこういけるんだよ、足は上げた時に下がってもいいってことを覚えてもらいたい、野球やってる少年には所詮私 の素人の理解なのでどこまで分かってるかあれですけども、今一瞬ちょっと分かったような気にはなりました。7回の表